年9月日日公開の日本映画である小竹製作、配給。監督は、吉村幸三郎。脚本は、神道兼人。主演は、原節子。モノクロ、スタンダード、89分。安城家の舞踏会とも表記される。チェーホフの戯曲、桜の園を下地とした、神道兼人のオリジナル脚本を、 吉村孝三郎が映画化した作品で終戦直後の変革の波に飲まれるかのように没落した名門家族安城家の人々の姿を描いている第21回キネマ巡報ベスト10第1位原節子第二次世界大戦後家族制度が廃止され名門家族であった安城家も浮き目を見る財産を手放していき最後に残った屋敷も 借金の型になり金である新川が手に入れようとしていた。安城家の末娘の厚子は、安城家の元運転手から実業家になり上がった、遠山に援助を頼んだが、プライドから、当主の忠彦はそれを退ける。未だ家族の生活に未練がある忠彦は最後に、屋敷で、舞踏会を開くことにし、父の心情を汲んだ厚子も同意する。舞踏会の夜、安城家には、 多くの客が集まり、広間で華やかな舞踏会が行われた。忠彦の姉、春生正治雅子は、日露戦争の折に、皇族や、名家の者と集った日々を改装する。そんな中、別室では忠彦が恥を忍んで、新川に恩情を凍ていたが、冷たく突き放され、忠彦の息子、雅彦と新川の娘、洋子との婚約も解消される。 新川が白爵の地位を利用していただけだと知った。忠彦は、失望から拳銃を取り出して、新川を撃とうとするが、厚子の姿を見て思いとどまる。清掃した遠山が現れ、秋子に、連母の思いを告げる。日ぐらいが高い秋子は拒絶するものの、動揺を抑えきれずにいた。失意の遠山は、かつての使用人仲間と酒に溺れる。運送会社を営み、 自分の力で稼いだ金を安城家のために使おうとしていたのだった。正彦は、新川の娘、陽子を酒で酔い潰し、茂みで犯そうとするが、正彦を愛する女中の菊が妨害して未遂に終わる。陽子は正彦に結婚を迫るが拒絶されると、乱れた姿のまま新川に泣きつき、正彦を平手打ちにする。 しかし、正彦はヘラヘラとしたままピアノを弾き始め、新川親子は屈辱のうちに去る。そこに、厚子が現れ、その場で、新川に現金を突きつけ借金を返済する。厚子が遠山に邸宅を売って得た、金だった。縁山は、自分がこの邸宅の所有者だと酔ったまま喋り尽くすが、やがて我に帰り、邸宅を去る。明子は縁山を追う者の,の途中で転倒し、 真珠のアクセサリーや靴が外れるが、それでもなお遠山を追い続ける。舞踏会の終わりに、厚子は、父と、長年の目掛けであった千代との結婚を発表する。場は静まり返るが、正彦、そして、厚子の拍手から、やがて皆に祝福される。正彦は、父と握手した後、自室へ去り、泣き崩れるのだった。舞踏会も終わり、何もかも失い。 千代や吉田への義理を果たして思い残すことのない、忠彦は自殺を図るが、厚子により一命を取り留める。厚子は、ここから新しい生涯が始まると父を励まし、舞踏会の後の寂しいホールで、父子二人、最後のダンスを踊る。愛染夢子、原節子。1962年3月6日。 富士テレビのシャープ歌謡劇場枠にて放送された。脚色は千葉刺激。ありがとうございます。